どこへは、石坂洋二郎の小説である。作品は1939年に発表。1964年と1966年に映画化、テレビドラマは1960年に100万人の劇場。1964年に日産スター劇場の枠で、それぞれ単発放送。1966年には、 連続ドラマ化、1973年には、NHK 総合テレビの銀河テレビ小説の枠で、それぞれ放送された。主人公、井野歌まは、大学を卒業してすぐ、東北地方の小さな町に赴任してきた若い高校教師。彼を取り巻く生徒たちや父兄たち、そして町の芸者や、下宿の娘ら若い女性たちとの出会いと触れ合いなどを、交え、 時には井上が他の先生たちと対立することもありながら、田舎町の人々の風景を素朴かつ楽しく、井上の教師として人間的に成長していく過程と共に描く。1964年6月18日公開。主演は高橋秀樹。キャストスタッフ1966年3月16日公開。主演は加山雄三。 キャストスタッフ同時上映、日本一のゴリガン男、族、どこへ、お参照。1960年8月21日に、フジテレビの100万人の劇場の枠で単発放送。キャストスタッフ1964年1月18日に、日本テレビの日産スター劇場の枠で単発放送。 キャストスタッフ、日本テレビの月曜二十字枠の時間帯で、1966年11月14日から1967年2月6日まで放送された、全13回。放映形式は、モノクロ 16mm フィルム。石坂洋二郎原作のシリーズの第5弾として放送。提供は、明治乳業一社。 キャストほかスタッフホエリスト NHK 総合テレビの銀河テレビ小説の時間帯で1973年9月10日から同年10月5日まで放送された全20回キャストほかスタッフどこへに関するカテゴリーどこへに関するカテゴリーありがとうございます